ホコル健軍所属トレーナーの古貝和人です。発表を始めていきます。まずはトレーナーの前年度の目標と反省です。前年度の目標は年間でホコトレを4つ考案しリリース、ホコトレを DVD 化して販売するというのが目標でした。これに対しましてまず結果です。4つの考案に対して7つのトレーニングを考案できました。しかしホコトレとしてリリースできたのは1つのみでした。 DVD 化につきましては取り掛かったのですが未完成という結果でした。考案した7つのホコトレのうち採用されたのがバイクでノートレバージョンがの1つが採用されました。他の6つのトレーニングは不採用となってしまいました。こちらが採用されたノートレバージョンのホコバイクです。このように既存のホコトレと違うところは足はそのままなんですが、上肢をいろいろさまざまな動きをすることにより動きスピードを変えることにより脳トレの要素を入れました。もう一つ動画ですが、こちらはホコバイク脳トレバージョンの終盤の動画となります。最後に全速力で漕いでいくのですが、この脳トレバージョンは3セットを行っております。健常者でも1セットできついのですが、この3セットを行うことによりアクティブさを出しております。そのこのホコトレの他になぜ6つのホコトレがリリースに至らなかったのかを考えてみました。まずできなかった理由の一つとしてステージリングの甘さを挙げられます。リリースまでの流れとしましては、考案し、お披露目、修正、リリース、そして DVD 化まで持っていけたらと考えております。その中で、考案から2週間でお披露目になり、その翌日から1週間かけて修正をし、リリースを持っていきます。そのリリースから1、2ヶ月で DVD まで持っていけたらと考えておりましたが、まずその期限部分で日付、曜日を明確にしてなかったことによりスケジューリングが甘くなってしまいました。このスケジューリングの甘さへの対策ですが、まず今年は Google カレンダーでタスクを可視化しようと考えております。可視化することにより視覚的に気づきを得ることができ、月ごと週ごとにタスクを細分化し期限を設定することにしました。その Google カレンダーにタスクの入力なんですが、ミーティング後に必ず入力するということにしました。その Google カレンダーでタスクを可視化することのメリットとしましては、朝礼・週礼での気づきのタイミングが増加するとともに他スタッフからも見られているプレッシャーも増加するというメリットがあるからです。続いての理由としましては、ミーティングへの姿勢、意識の低さです。役割分担ができていない、ミーティング時間が長い、終了時間が決まっていない、会議で話し合っていることが議事録の中で埋もってしまっている、タスク化ができていない、タスクがないので誰かがやるだろうという意思になってしまったことにより各人が事前準備ができていませんでした。そのことによりミーティングがある今日は嫌だなということにつながったと思います。こちらの対策と しましては役割を決めていこうと考えております。まず司会者ですが、会議の進行役とともに会議中の間を作らないように心がけていきます。2つ目の役割です。タイムキーパーです。今年は30分で確実にミーティングを終了することにします。
タイムキーパーは定刻に会議を開始し、議題に合わせて時間配分を行います。続いて書記です。書記は誰が見返しても分かるような文面で議事録を作成しています。終了後タスクをカレンダーに入力するのも書記の仕事です。発表者です。発表者はみんなですが、会議の場には決定事項を持ち込むように統一いたします。検討事項は持ち出さないようにします。その理由としましては、会議で検討事項を持ち込むと会議が前に進まなくなってしまうというリスクがあるので、検討事項は持ち込まないようにします。タスクの進捗状況を把握し、各人会議までにタスクを済ませておくということは考えます。このことをまとめると、役割分担、ミーティングのスピード感、持つべき意思を統一させるということにつながると思います。できなかった3つ目の理由です。ホコトレのコンセプト理解が不足していたと思っています。このような6つのホコトレを却下理由としましては、アクティブさに欠けるものが多かった、運動ができないご利用者に手腕を置いたことでコンセプトからかけ離れてしまったということが却下の理由でした。ホコレでは、これまでの高齢者施設の集団トレーニングとは一線を画す必要があるのに対して、コンセプトからかけ離れてしまったので却下されました。改めてホコトレのコンセプトをご紹介いたします。まず、歩行動作へつながるトレーニングであること、高重力トレーニングであること、同期現象であること、高齢者の私でもできるという自信になるということ、ご利用者同士のコミュニケーション性の場であること、最新のトレーニング、マンネリ化を防いで飽きさせないということ、アジテートといってご利用者を乗せるというのもホコトレの要素です。ホコレの名刺代わりとなるブランディングであるということ、最後にご利用者を休ませないということがコンセプトとなっております。これを踏まえて今年度の目標です。一つ目はホコトレ DVD 作成。今年は販売まで持っていけたらと思っています。それに伴い6月までに DVD を作成いたします。二つ目です。ホコトレ DVD 化をマニュアル作成を作ります。ホコグラムマニュアルを作ることにより今後の業務の効率化を図るためです。三つ目です。スティムアップ、ホコトレの参加率アップです。ご利用者の体力強化とともに、ホコレでは転倒、脱落者が増えているので、スティムアップ、ホコトレの参加が今少なくなっているので、そこを強化していけたらと考えております。最後に、専門職が多数在籍するホコレですが、私たちトレーナーも専門職としてご利用者に頼られたいというのを今年度の目標で頑張っていきます。ご清聴ありがとうございました。